こんにちは、アンジェリック・ルトゥール、続きをやってまいりたいと思います。さあ前回、念願のね公演デート、行きまして、まあ1回のミスがあったとはいえ、最後まで行き着くことができました。よかったですね。やはりデート達成した時のね気持ちよさったらないですね。さあそこで今後なんですけれども、まあ基本的にはまだまだねルバ様との、イベントはあるだろうし、まあ特にね公演デート複数回、していきたいっていうのと、まああと舞踏会も待ってるっていうのを考えると、まだこの先しばらく、引かずを日数をね、進めていくことになると思うんですけれども、まあ反対に言えばその間、育成等はやや抑えめで、定期審査に勝てるぐらいの状況を維持していくっていう平日の、そういうね目に見えない戦いが繰り広げられると思いますが、どうなるでしょうけど、キャッ朝から声が舌が回らないね。じゃあ寝ましょう。まあ差し当たって月曜からはまあマルセル様の誘いを断ってしまったので穴埋めをしたい。お、手紙だ。あら、手紙が届いて、あ、置いてあるわ。どなたからかしら。うん、びっくりした。そうか。またディア様かなと思ったら、そうか。ルバ様からだわ。ですね、今日はあなたに聞いてもらいたい話があって、手紙なんて書いてみました。この間、ゼフェルに言葉遣いについて注意をしようとしたんです。いつもだったら話しかけた瞬間に逃げられてしまうんですよ。それがですね、その時はなんと最後まで真面目に話を聞いてくれたんです。思わず感動してしまいましたよ。あなた方が来たことであの子も成長したんですかね。ルバ様本当に嬉しそうだわ。あ、デートのお礼とかかと思ったら何でもない雑談のお手紙。あ、そんなことも手紙で送ってくれるようになったんですね。嬉しいですね。なんとゼフェル様のご成長はその書き出し何か。でもゼフェル、あ、いやそんなことないよ、まだまだゼフェル様って感じか。それは上だよ。ゼフェル様のご成長はきっとルバ様のお気持ちが伝わったからだと思います。てかとこうっといいね、この手紙を届けてもらおうと。かなり頻繁に会ってるんですけど、なおかつ手紙を出すってなんか照れくさくない？手紙出したその日に会ったりするって。これから出かけるの？行ってらっしゃい。さあ今日は訪問者なしか。どうしようかな。まあとりあえず外に出よう。さてさて、何が待っておるかな。ロザリア何する？私の大陸の様子を見に行きましょう。きっと私のことを待ちわびているわね。大陸の様子を見に慕われるのも楽じゃないの？え、じゃあハート全部使う。嬉しい悩みね。あの子にはない悩みじゃないかしら。さ、王立研究員に急ぎましょう。まあロザリアはね、大陸の大神官とものすごく相性が高いですからね、愛着があるんでしょうね。1931193137738変わらずですね。そうするとロザリアも自主育成がない限り今日は育成されないということか。あ、そういえば前回見たっけ、情報、試験の情報が 見られるという。実はあと52。さあ長いのか短いのか、あと52だってね。まあ、平均1個、平均待ちが1個できちゃうと52日しかない。かなり短いですね。ギリギリですね。これは
時間との戦いになりそうだ。こんにちは、ジュリアス様。お前か。ここはなかなか良いところだ。本会である。さて、立ち去ろう。まあ例によってルバ様はね、いらっしゃらないと。相性を上げられるな、ハート一つ使って。ああ、じゃあ占いついでに今日は占いと相性を上げしてもらおうかな。で、前回失敗したゼフェル君の相性を上げよう。まあ、クラヴィス様とは仲がいいのか悪いのか分からんけど、悪くはない。一番悪くはない。占っていただきましょう。あら、こんなところで会うなんて偶然ね。それじゃあまたね。まあ随分大きな独り言でね、ロビー歩いてたからね、行き先は分かりますよ。クラヴィスさん、何か用か。あれ今気がついたけど、仲良くなりたいってじ自分と仲良くなりたいって意味か。お前、そうだよね。私また間違えた。あ、合ってる。あった、記憶曖昧マンだな。そう、普通のラブフラと同じですよね。記憶曖昧マンだな。なんでこんなことが覚えられないんだろう。ゼフェレさん。わかった。では、覚えてもらえ。では、もう一度、ご挨拶。こんにちは。あ、まあ、せいぜい頑張ることだな。よし。では、一旦外に出ましょう。お、公園にゼフェル君。こんにちは、ゼフェル様。ちょっと明日ね、ゼフェルさん目が覚めたら、ちょっとユゲコの見方がなんか不思議と変わってくると思う。なんだ、おめえも来てたのか。さあ、で、王立研究員に戻ると、お、つまりこれジュリア様ご挨拶、あ、そうか、一回挨拶したから意味ないのかね。そっか、今日はもう挨拶してしまった。私に何か用がある。用が、あ、一日に何回もできるの。え、ちょっと試しに、え、一日に何回もできるんでしたっけ。だったら例えばジュリア様だったら、オスカー様が言う。え、できる。あ、できた。お前は誰と仲良くなりたいと。何回もできるんですね、こんな感じで。わかった、お前の願い覚えておこう。それは知りませんでした。なんということでしょう。こんにちは。あ、お前もなんとか頑張っているよ。そうでしたか。じゃあまた状況が変わって。ちょっと待って、今日は相性上げの日にするか。リビエル様はまだ挨拶ができない。え、重ね掛けとかできるんですか。でもあれだよね、俺に何か用があるのかい。え、それとも上書きか。いや、まさかそんな最後にお願いした人しか上がらないとか、そういうことじゃないよね。ランディ様、もうオスカーさん、あ、危ない。
ゼフェル君にお願いするところだった。だからランディ様もオスカー様、うん、オスカー様は完全にユゲコ派に持っていくか。ただね、マルセル様の相性もこれから上げておきたいんですよね。まあでも一番効果がある方を狙いましょう。え、2回かけることによって、え、そんなことできるの？君は誰と仲良くなりたいのかな。その知識はないんだけど。え、オスカー様に2回分相性上がるってことこれ。分かったよ、君のお願い覚えておくよ。俺に任せといてくれよ、よろしく。こんにちは。こんにちは。やっぱり挨拶は人間関係の基本だよな。いかん、これは気になる。相性を上げてくれる調整がいる限り何回やっても効果が出てきてって感じですか。お、マルセル様。あ、でも今外か。お話したかったんだけどな。失礼。いや、先日はごめん。こんにちは、マルセル様。あ、君も来てたんだ。僕、公園好きなんだ。うん、とりあえず立ち去りましょう。あ、でもハート1個占いに使おうかなと思ったけど、占い見るなら今日いろいろ変わったからね。今日いろいろ変わったから。あ、そうだ。今の相性をちょっとメモしとこう。3人の。ゼフェル君が、ゼフェル君が17で、オスカー様が30。ちょっとこの相性、あ、占い明日見た方がいいですね。今日見ようと思ってるよ。だから残りハート1個って何使う？あ、そうか、違うわ、逆だ。占い見なきゃいけないんだ。あの占いの内容古いから。そうか。だから、逆にですよ。みんなどっかにいるの。オスカー様とかゼフェル君とかは相性を上げた、あ、明日以降お話した方がいいと考えると、やはりマルセル様とお話がしたい。じゃあまず最初占いだな。マルセル様が公園から帰ってくるのを期待して。星を導く使命を持つ子よ。育成は順調に進んでいますか？まあね。私にどんな用事でしょう？人との関わりについて。占いをすると、その人の今の気持ちが、まあ、最も、二人ともそんな相性変わってないはずなんですけどね。どちらをしてほしいですか？きらめく星のささやきが、人の心に秘め、あ、ごめん、カットしちゃった。あ、いいんだ。ラブラブフラッシュと違う。さて、なんか私事ですが、配信始まってから咳が出始めました。あ、20になってる。失礼。あ、そうか、ゼフェル君 お願いしたもん、20になってる。で、オスカー様は30のまま。うんうん。あ、マルセル様の親密度100超えてたんですね、前日まで。なるほど。まあこんな感じで、まあとりあえずランディ様中立、そしてジュリアス様、オリビエ様が向こうにつく可能性があるけど、ジュリアス様もこっちに持っていきたいですね、この際。っていうかもう全員行きたいですけど、とりあえずあのもうね、クラビス、リュミエール、ルバ、スージクはもう固くなりつつありますね。あとは100前後の方々、100に満たない方々。この占いのデータをあなたに渡しておきます。ない。さて、何状況変わったかな。オスカー様、まあこうやってね、細かくハート使って動きながらね、地味だけども手堅く親密度を上げたりなんだりしていくと。こんにちは、お疲れ様。ようお嬢ちゃん、奇遇だな。
オスカーさんもうまくいく、明日ね目が覚めたらなんか2回分ぐらいなんかゆげ子がゆげ子に魅力を感じると思うよ。2回分ってなんです。さて、さあマルセル様と雑談がしたい。今日はよく会うね。チュピはいいかい？僕に何の用事？お話に来ました。何の話をするの？私の考えでいくかな。私の考えをお話しします。君のこと？そうだな、君の大陸について聞かせてね。大陸についてきっと一生懸命育てていると思うけど、大陸を育てるのって楽しいの？これマルセルさんは大陸に興味なかったですよね。確認。じゃじゃん、あんまり関心がない、ですね。実はあんまり。僕が君でもきっとそう答えるよ。だってね、君の大陸の民って君に頼りっきりなんでしょ。そんなのを育成するのは楽しくないと思うな。なるほどね。緑の守護星マルセル様の意が言うとなると、この重みがありますね。そっか、なぜマルセル様イゼルローンにはそれほど関心がないみたい。だこの自分がねこう部屋で育てて出てる花たちも決して甘やかしてるわけじゃないんでしょうね。自分たちで自立して僕が話せることはこれくらいだよ、自立してやっていけるように、きっと気を配ってるんでしょうね。参考になった？はい、ありがとうございましたマルセル様。もう用はないよね。それじゃあまた。いや本当先日はごめん。さあここで体力を使い切りました。あ、オスカー様にも挨拶しちゃったからな。でクラビス様にも挨拶したな。あ、親密度そんなに上がらない。3、4、合計4か。まあ相性高くはないですからね。2人とも挨拶したね。じゃあ寝ましょう。女王候補たちのために我々の力を使おう。さあロザリアは育成のお願いをしてないはずですから、ここから出てくるのは全部自主育成のはず。ささやかだが闇がもたらす安らぎをかの地へ送ろう。女王候補のためさあどのぐらい、ささやかでどのぐらい上がる？2。まあまあそんなもんです。水の力の優しさよ、かの地に満ちて、多くの優しさが女王候補に届くよう。もう結構届いたね。さあ自主育成、いろんな守護星がねしてくれるようになってきました。ん？お、朝イベント、早くに目が覚めちゃった。また散歩しに行こうかな。ゆえ子は自分でお洗濯はしないんでしょうか。ジジにやってもらうんでしょうか。やっぱり朝の公園って気持ちいいな。あれ？さあ誰だ誰だ。みんな、あら、あの水面に映ってるのはマルセル様？おやおや、どういった風の吹き回しで。クラビス様とリミエール様もご一緒みたい。ほう、
僕が聞いたらいけない話だったんですか？そうではないのです、マルセル。じゃあ僕が通りかかった途端話をおやめになったのは？お尋ねしても答えてくれないし。お前には話さぬ。クラヴィス様、心の波立ちやすいものに何か語ろうとは思わぬな。さっきちょっとだけ聞こえちゃったんです、大陸上の得意点って上司権に関わることなんでしょ？僕だって気になります。守護聖なんですから。マルセル、どうしたんだ、そんな大声を出したりして。クラヴィス様やリュミエール様がお困りになるようなことしちゃいけないぞ。ランディまで、どうしてみんな僕のことを子供扱いするの？もう知らない。俺何かまずいことを言っちゃったんでしょうか？あなたは悪くありません。もちろんマルセルも。ただ憶測に過ぎない話を今ここで聞かせるのは早い、そう思ってのことでしたが。何も映らなくなった。今見たのって実際にあったことなのかな、それとも夢か何か。まあここぼやかすけどね、実際にあったとすると、いや今あれですね、いろいろ言いたいことが出てきましたけど、まあまずやっぱね、どうしてもね、まあ中盤戦以降になるとこんな感じで、多分特にルトゥールの場合は、ね、平日にいろいろ作業的なことをやっていきながら、ね、土日に備えるっていう感じだから、まあ、ともするとね、本当事務的になりがちですけれども、こういうね、要所要所にねイベント入れてくれると楽しみがね継続できていいですよね。それにしてもクラヴィス様はもうオーベルシュタイン並みのね冷たいカミソリな返しをしましたけど、あーっと久々に出た。リミエル様が言うようにちゃんとなぜ言えないのかを正直に言うべきだったんじゃないでしょうかね。マルセル様がますます傷つくよと。まだね、憶測の話なんだけど、何か変なことがあるんだ。でもまだまだ調べなきゃいけないから気にしないでね。育成をお願いしに正殿に伺いましょう。女王になるのは私よ。見てらっしゃい。育成か。ボールペンがない。1939になりましたね。で、一応ね、建物の数とかも考慮に入れておかなきゃな、質問された時のためにね。町の数か。さて。まあでも、ほんとぼやかすけど、実は全部夢なのかね。ユエゴが見ているものは。水面で。映ってるものは。こんにちは。こんにちは。ここは素敵なところですよね。立ち去る。どうしようかな。どの道占いみたいから、今日とりあえずハート1個使って占いしようかな。それともお話ししながら様子を見るか。それでまた相性上げの機会があったりなんだりしたら、別に占いは今日急いで見なきゃいけないってことでもないですし、どっちがいいかな、占い最初がいいのかな。まあでも気になるからね、先に占い見ておきましょうか。ハートが1個余ったらその時はその時いや、よくないけど、よくないな、よくないな。やっぱりお話ししよう。
今いらっしゃるのはやっぱね、オスカー様、マルセル様、この3人ですよね。クラビスさんと、とりあえず効果が出ているだろう、オスカー様とお話をしてみましょう。というわけなんだ。あ、お前か。では私は失礼するぞ。それでは。あ、あと長い間お話とかしなくてもジョジョ下がるか。俺に惚れてここに通ってるんならやめておきな。なんてふざけてないで。俺に何の用なの。雑談。お嬢ちゃんは俺とどんな話をしたいね。オスカー様、肩幅がないとね、その検証似合わないけど、さすが決まってますね。私の考えをお話しします。お嬢ちゃんのことか。そうだな。お嬢ちゃんは日頃いろんな奴と話をしているんだろうな。お嬢ちゃんは人と話すのは好きなのか。今回オスカー様好きなんですよね。ちょっとしつこく確認しておけど、しつこく確認をします。そう、これね、大いにあるんで、過去ログ出ちゃってるからね。好きです。お嬢ちゃんもか。俺もそうなんだ。俺たち気が合うな。お嬢ちゃんもいろんな奴と話をしてみるか。何か面白いことがあると思うぜ。オスカー様はおしゃべりがお好きっと。お嬢ちゃん、俺が話せることはこの程度だぜ。参考になったか。ありがとうございました、オスカー様。大丈夫。さて、ロザリアが育成をすると。要は済んだだろ。じゃあな。全員聖殿にいるの。で、ロザリアがまた聖殿にいるっていうことは、ハートを2個ずつ使ったってことですかね。じゃあ、とりあえずもう一回誰かとお話をして、誰とお話をしようかな。あれですよね、まあ100近くまで行ってる人はひとまず安泰と見て、この辺行くのもいいですよね。うん、まあもうちょっと気を見るか。ゼフェル様とお話してみますかね。81か。ゼフェル様をこっちに、もう着いたんだっけ。迷いますね。まあ全員100ぐらいに持っていくためにゼフェル様とお話をしてみますかね。頑張ってんじゃねえの。俺には関係ないけど。評価が変わった。ルバ様の手紙の通りだね、やっぱり。で、俺に何の用だよ。あ、その前にちょっとログ見て。失礼。4、5、5上がりました。やっぱり相性でちょっと違いますね。お話に来ました。何の話をしたいんだよ。私の考えをお話します。あ、サントラ欲しいな、これ。おめえのことかよ。そうだな。ゼフェル様の情報は少ない。そういえばおめえは女王候補なんだよな。やっぱり、あ、周りロザリアが何してるかとか、俺たち守護星のこととか気になるか。まあランダムだからな。ゼフェル君はでも表向き人との関わり
嫌そうですよね。全然関心なんかねえよって言ってそうですよね。でお出かけも嫌い目に言ってるし、うん、これは初期のままのゼフェル君なのかな。だとすれば周りに関心なんかねえよ。でも裏返せばね、周り関心があるからこそツンツンしちゃうんだろうけどねと思いましたが、うん、だからここはむしろ気になりませんにしてみよう。だろうな。おう、おめえはそういうやつだよ。あ、違う。俺は違うぜ。相手が何してるかってのは重要なんだ。あ、やっぱそうか。こんな態度で言ってもそういう思いではあるんだね。敵を知り己を知らば百戦危うからず。そうで、ね、敵を知り己を知らざれば50勝50敗だね。あ、前にルバが教えてくれたんだけど、多分こういうことを言う時の言葉だったと思うぞ。あ、なるほど、ルバ様の影響を受けてこうなったのか。なるほどね、適度な感じ。あ、え、ひょっとしてこのむしろ初期は実は関心なくて変わったんじゃないですか。変化したってじゃないですか。俺が話せるのはこれくらいだぜ。せっかくこの俺が教えてやったんだから参考にしろよな。はい、ありがとうございました。とりあえずね、出ましょう。用は終わっただろう。帰れよ。で、相性の低いゼフェル様と話したらどのぐらいの変化が起きるんだ。3か。で、答えが合ってれば4か。クラビス様おるね。さあ、このままだとハートが1個余ってしまいますが。こんにちは、クラビス様。まあでも本当これコツコツやってるとこれ大きいですよね。あ、相性上げができる。これでコンプリート。今日のハートはコンプリート。失礼。なんか用があるんでしょ。言ってごらんよ。どうしましょうかね。準備を、だから次の手、先を見た手を打っておきたいですよね。例えばこの方々はもう、まあ、だいぶ親密度が上がってるから、この方は今後はほどほどでいいと考えると、こちらの方々を相性を上げていくっていうのも一つの手じゃないでしょうか。あ、ルバ様と仲いいんだ。いや、そう考えるとジリアス様にラブフラがいいんじゃないかなって今ちょっと思ったんですけど、なるほどね。あい、わかった。じゃあここはオリビエ様も獲得に行こう。ちょっとロザリアに圧力かけてこう。で、私は誰との間を取り持てばいいのかな。ここでついにロザリア派の切り崩しにもかかっていた。私と仲良くなりたいんだ。はい、お願いは覚えとくからさ。ま、私に任せといてよ。よろしくお願いします。あ、親密度も上がる。もう一回ご挨拶。こんにちは。おや、いい挨拶。今日も元気そうだね。元気です。気管支の奇跡が急に出てきたのが気になる。個人的に風邪ひいてらんないぞ。そう、先読まないとね、相性を上げて、
今親密度上げたい人の相性を上げて本当一刻も早くやらないと間に合わないんですよね。だから先々仲良くなる人とある程度今のうちに相性を上げておくって同じさいいんですよね本当だったら。でもなかなか先が読めない世界ですからね。こんにちはリュミエル様、またお会いしましたね。あれそうか、息抜きは大切ですよね。気分転換したらまた明日から女王候補としての務めに励めますからね。私としたことは。じゃあ占い師を。ようこそ私にどんな、占いをね。占いをするとおまじないはあなたは占いをします。きらめく星のささやき、星たちのささやきが、さあどうささやいているかじゃん。おゼフル君7上がった。あ、大塚さん14上がった。やっぱ2回分上がってますね。なるほど。で結構やっぱ相性上げって効果大きいな。あ、やっぱやってみた方がいいですねこれ。うん、今後はちょっともっと早くやっておくべきでしたけど、うん、相性上げの方もちょっと力入れておこう。これオリビエ様とかジュリアス様の切り崩しできますね、事前に相性上げておけば。ランディ様もそうだけど、この占いのデータをあなたに渡しておきます。力がないときは部屋で休息を取ることも必要です。また明日新たな気持ちで頑張ればいいのですよ、はい、ではでは。でも誰もいないと思ったらまだ細かくいくよ、細かく挨拶。あれでもあれです、先様は今日は挨拶してないね。こんにちは。こんにちは、頑張ってね、僕応援するよ。最後の一絞りまで相性、あ、親密度をね1でも上げて。はいはい、こんにちは。これで俺も挨拶したからな。でも他人に関心があるというね、まあそんなところさ、ちょっと占い結果もう少し細かく見ていきましょうか。うん、やはりジュリアス・オリビエ・ランディ、この3人か、切り崩したくなってきますね。で大陸の民との親密度がマックスになってる。この辺もなんかもう仲がいい人はもう振り切ってますね。あ、随分変化しますね。大丈夫か守護星同士すごい仲いいけど派閥ができてますねでは寝ましょう。さあ、まあロザリアの育成は確定している。じゃあやはりオリビエ様に願ったか。女王候補たちのために私たちの力を使おうかな。女王候補ロザリアのリクエストにお答えして、夢のもたらす美しさを大陸に少し送っとくよ。少しね、そう2回やってるはずなんですよね、ロザリアお願い。だが待ちはできず、水のもたらす優しさが女王候補ロザリアの望み通り、彼の地を少しでも潤すように。正直残りの町の数だと育成のお願い一切できない感じですかね。まあロザリアの動向次第だけど。お、あいつってなんかほっとけねえから内緒で鋼の清さを送っとくぜ。いいね、ついに初ゼベル君自主育成、昨日の効果が出たね。今回は少なめにしとくか、受け取れよ。
さあそんな感じで数値的にはロザリアの方がやや多めに上がりましたね。お、まただ。早くに目が覚めちゃった。また散歩しに行こうかな。行こう。風が？やっぱり朝の公園って気持ちいいな。あれ？お、まただ。あら、あの水面に映ってるのは今度はオスカー様とディア様。どうしたどうした。報告は以上。ありがとう、オスカー。陛下には私から伝えておきます。よろしく頼むぜ。ご多忙中の陛下が定期報告にまで目をお通しになると思うと頭が下がる。これまでもずっと丁寧に対応してこられましたからね。これまでと今では状況が違うだろう。各星系で起きている異変については俺も聞き及んでいる。このところ陛下のご負担は増す一方とお見受けするぞ。だがそれも女王試験が終わるまでのこと。新女王が誕生すれば宇宙は正しい均衡を取り戻し皆救われるという話だからな。女王候補たちが一日も早く宇宙を導くにふさわしい器となるよう願うばかりです。オスカー、あなたもこれまで通り力を貸してあげてくださいね。炎の守護聖の名にかけて。やはり話してはもらえない。この女王試験に何か秘密があるのは間違いないと思う。俺が陛下やリアの信頼を勝ち得ていないということかもしれないな。いや、何を考えてるんだ俺は。忠誠を誓った身でこんなことをどうかしている。うん、なるほど。そっか。あ、何も映らなくなった。オスカー様、なんだかいつもと違ったわ。大丈夫かな。今見たのが実際にあったことなのかわからないけど、これがどうなのか。実際にあったということにしましょう。そうか、昨日も言ってた異変ってあれのことでしたね。あの本筋の内容でしたね。そう、大陸に異変が起きている。宇宙の均衡が崩れようとしている。それはなぜか。そのために女王試験をやってるんだって。育成をお願いしに正殿に伺いましょう。女王になるのは私よ。見てらっしゃい。さあ、育成に励み始めましたね。さあ、こちらもやや焦りますね。大きな差があるわけじゃないですからね。さあ、今日の動き。今日はお話などをして、まあ好きあらば愛情あげっていう感じで。さあ、町の人たちとの相性じゃない情報も全部出ちゃったから。こんにちは、オリビエさん。ここっていいとこだよね。さあ、オリビエ様も切り崩せるでしょうか。あんまり会わないとなんかね、親密度が下がっちゃうような恐れもなきにしもあらず。そうですね。だからちょっと地固めに来ますか。この100を超えている方々を固めに来ますか。まず今日はクラビス様とジュリアス様をちょっと盤石にしてみようか。今私なんてジュリアス様じゃない、クラビス様とリュミエール様を盤石にしていくか。リュミエール様とはあんまお話最近してない。しちゃおうか。
あんまサニダリス的に行くのもどうかって話かもしれないですけど、あ、そういえばちょっと待ってください、私も忘れちゃったのかもしれないけど、あのお菓子なんだったっけ、まだレシピ、あ、そうだそうだ、リュミエル様だ、そうだ、リュミエル様の好きなお菓子、じゃちょっと雑談でも、だリュミエル様とデートしたよ。あなたの大いなる使命のために私がお手伝いできることを言ってください。あ、セリフ変わってますね。それで私にどのようなご用件でしょうか。さてリュミエル様の情報も一切わからない。お話に来ました。何について話しましょうか。でも執務室での話ではお菓子のレシピに関することはリミエル様の考えとかって選んでもあんまり大きな意味はないんですよね、うん、とりあえず私の考えで、リミエル様の情報はや割と分かってる。あなたのことですか。そうですね、あなたは全力で試験を受けているのですか、うん、実はあんまり、そう、試験ってこれ仕事好きかどうかでしたっけ、あんまりなんですよね。どれだっけ、あれ上試験、あれ情報がないことになってるけど、なんで、あれなんでだ、いや実はあんまり。そうなのですか、私があなたの立場でも同じ答えでしょうね。常に力を出し切るということは不可能ですからね、ある程度心に余裕を持っていた方がいいですよ。そうしておいてここぞという時に力を出せば結果もついてくると思いますよ。リミエル様って、あ、これ気まぐれなやつか、だから情報なかったのか、気まぐれなところが終わりになるのか、いや難しそうか。私が今あなたにお話しできることはこのくらいですよ。参考になりましたか。はい、ありがとうございます。そうだ、メモしたんだ。真面目に試験を受けてるかっていう質問はなぜか気まぐれかどうかなんですよ。そうか、だから気まぐれだったから。ありがとうございました、リミエル様。これ間違いやすいんだな。要件は終わりですか、はい、それではまた。今日お昼ご飯食べるつもりなかったんですけど、ものすごくお腹が減ってきた。実況は体力を使うのか。公園誰もいないな。ルバ様、ルバ様、公園に行ってよ。なぜ王立研究員。そうしたら相性上げもできないから、もう一回誰かとお話ししてみようかな。固めていこうか、このとりあえず数軸をね。あんまり話してないクラビス様。お話をするか、あと他の人も、あ、でもそうか、いや他の方も今ね公園デートも見たいなって今ふと思ったんですけど、考えてみればそもそも公園デートの日がルトゥーラ限られに限られてるから、ルバ様に全振りだから、なかなか他の守護聖様と公園デートできないですよね、考えてみれば。でなんで平日公園デート解禁してくれたらね、ありがたいんですけど、まあ、ここはフィーリングでクラビス様選びました。闇の本質を知るからこそお前はここへ来たのだ。面倒なことだ。で、何の用か。クラビス様はリミエル様と仲がいいんでしたっけ。間接的に
リュミエール様のそこから。いやでも、まあ、ここはまっすぐクラヴィス様の親密度を上げる方でいくか。お前の考えか。そうか、ごめんなさい、ちょっともう遅いかもしれないですけど、カコログをリミエル様の親密度がどれぐらい上がったか。あ、5、7。あ、やっぱ相性が違うとこれだけ変わるか。お前は本当に女王になりたい。本当に女王になりたい。いや、実はあんまりこれないですよ。お前もそう思うだろう。女王になると犠牲にするものも大きいだろう。そういう私も、クラヴィス様、女王という地位自体は尊敬していないのかも。私がお前に話すことはこれくらいだな、はい、せいぜい参考にすることだ。まあでも私ごときが言う立場じゃないですけどね、ルトゥールになってのクラヴィス様の声も実にしっくりくるというか、このクラヴィス様もいいですよね。さあ残りハート2つです。では、さあ、誰も、ということはジュリアス様はオスカー様と仲良しだから、オスカー様の相性をグッと上げるか、ずっと上げるか、ずっと上げちゃうか、まあそれともゼフェル君の底上げをするか、こっちだな、あ、またはジュリアス様自身との相性か、それもいいな、そっちの方がいいか、今は先々のことを考えると。自分自身にと仲良くするというのが一番効果が出るんでしょうかね。だとするとここはジュリアス様自身との相性を上げておく方がいいでしょう。私に何か用があるのか。仲良くなりたい。お前は誰と仲良くなりたいというのだ。私と仲良くなりたいというのだな。笑顔になった。はい、お前の願いを覚えておこう。で、親密度も上がるしね。では一旦出ましょう。さあ最後の変化、公園にルヴァ様、公園にルヴァ様。おー、びっくりした。やめて。あ、クロミさんだった。音なくなった。クラヴィス様と挨拶をします。こんにちは、クラヴィス様、またお会いしましたね。息抜きくらいしないとな。ゆっくりと過ごすがいい。まだまだ新しいセリフありますね。では本当にルヴァ様は公園にお出かけしないな。本当にしないですね。お、相性を上げることができますね。じゃあ今日は占いじゃなくて相性を上げでいきましょう。さてここも考えどころです。オスカー様自身でいいか。ここは何か用かな。ここは一つ。まあ一気にジュリアス様に行くっていうのも一つの手ですけどね。まあバランスで、オスカー様の相性も別に高いとは言えないからな。安定させていこう。50以上にはしたいなっていう感じですかね。あ、でもそれ考えると一気にジュリアス様ブーストかけての方がいいかもしれないですね。他の方はまた適宜上げていけばいいのだって、さっき言ったようにね、2、3手先のことを考えるとジュリアス様は仲良くしていくのに集中する期間が訪れるとすれば、
一気にジュレス様の愛情を上げといた方がいいね。ましてオスカー様だから。俺はお嬢ちゃんと誰との橋渡しをすればいい。よし、わかった。お嬢ちゃんのお願い覚えておくぞ。よろしくお願いします。では挨拶。こんにちは。こんにちは。やっぱり挨拶は人間関係の基本だよな。で、オスカー様ともまだ挨拶してないですよね。こんにちは。お嬢ちゃんの挨拶へのお返しはこの笑顔さ。この顔は心に花束を抱いた笑顔なんですね。で、立ち去って、で、最後、おっ、ハートがない、クソ。ちょっとそういうことじゃないんだよルマ様。なぜ狙ったようにハードがないよ。せっかく言ってくれたのに。こんにちはルマ様。おや、あなたもいらしてたんですね。あれ、あ、そうか、なんでハート出ないかなと思ったら、もう乾燥だ。乾燥した。まだいらしたんですね。ここは居心地がいいのでつい長居してしまうんですよね。これ3回行ったらどうなる。こんにちはルバ様、またお会いしましたね。まだいらしたんですね。ここは居心地がいいのでつい長居してしまうんですよね。なんか100回やったら特別なセリフが出るとか、100連続で話しかけたファミコンみたいな裏技ないかな。さて、いや残念でしたね。タイミングが合わない。レバさんは違うんだよ、もうちょっと早い段階で来てほしいんだよ。さて、あ、もう今日1時間近くやってしまいましたね。じゃあ今日はこの辺にしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。まあ、平日は平日で楽しみが多くあるということでね、いろいろ考えながらやっていくのなかなか楽しいですね。なかなかが1個多かったね。なかなか考えながらやっていくのも楽しいですね。それでは、長々とだから今日語彙がご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。それでは失礼します。